皆さんこんにちは、もなみです。今バイトが終わって帰るところでございます。もうすぐ夕方かなって感じなんですけど、今日はですね、友達の誕生日なのでケーキを買って自分で食べたいと思います。何を食べようかな、何を食べようかな。ケーキがあるお店、お、ここの姉ちゃんたちケーキ食べてる。ここの姉ちゃんたちがケーキ食べてますね。ケーキ食べてるからこのお店にはいいケーキがあるってことやの。あ、あるね。このお店にはケーキがあります。でも何ケーキがあんのかな。めっちゃうまそう。レモンカスタード、パンプキンプディング、プリンじゃんこれ。あとパイか。ラーメン一杯食べれそう。たっけー。これはケーキっていうのでしょうかね。見た目ケーキかなって思ってきたんだけど、パンだなこれ。パン、パンじゃ。違う。もうすっかり日が落ちてきましてね、あたりあんま人いないですね、この時間帯は。いつも周りの方の顔が映ったらいけないなと思って足元ばっか撮ってるんですけれど、人がいないので前を撮れますね。まあ、私の足を見たい人には申し訳ないんですが、まあ、私はこんなに素敵なところに来ておるわけなんですよ、一人ぼっちで。なんか誕生日プレゼントをくれるとかそういうんじゃなくても、自分の誕生日を他の人にハッピーに過ごしてもらうのって嬉しくないですか。自分の誕生日勝手に祝ってもらってたりとか、全然自分とは関係ないところであっても嬉しいと思うんですよね。ってことで私がケーキ食べるんですよ今日。ケーキセットって発見したんですけど、1310円は高くないですか。これ下手したらラーメン2杯食べれますからね。ちょっともうちょっとしっかりメニュー見てみましょう。ケーキの種類とかね、単品わからん。なんか入ってみましょう。やっぱ写真見ないと、実物見ないとわかんないですよね。いろいろチーズケーキと他はタルト、他全部タルトやな。いや美味しそうなんだけどね、美味しそうなんだけどね。一番最初のお店の方がいいかな。ちょっとまだねピンときません、ピンときませんので、少し時間を置きたいと思います。どっかでね休憩していこう。あの私のお気に入りの無料スペースで休憩していこうと思います。そうそう、ちなみにね、今週私月曜に授業があって、火水木金と学校休みなんですよ。休みでね、なんで休みかっていうと、大学のなんていうの、学園祭があってね、今年はオンラインでやるらしくて、かわいい、かわいいよ。どうやってやるのかわかんないんですけど、とりあえずオンラインでやるみたいなんで、まあ、ぜひ皆さん見てみてください。なんかね、毎年1年生は語劇って言って先行言語で劇をやるらしいんですけど、2年生が屋台出すんだっけ、あれ逆だ逆だ逆、1年生が屋台で2年生が語劇だったかな、やるんですよ。屋台がどうなるかわからないですけれど、語劇はオンラインでやるのかな、私も全然知らない。私そもそも編入生なんでね、まあ、語劇も屋台も何もやってないんですけれど、過去に3年生からスタートしてるんで、はい、だからまあモナミがこういうことやってたのかとかそういう感じも全然ないんですけれど、まあ、興味があったらぜひ参加してください。頑張ってる大学生のために。ただね、何が地獄って、このね学祭の期間って授業がないからって言って、先生たちはね課題を出しまくるんですよ。みんなこの期間に課題出すんで、ただの地獄なんですよ。しかも私今バイト先もね繁忙期で、もう忙しいったらあれしない、もう課題をね昨日出し忘れてたことも忘れてましたよ。はい、すいません、
気づいたらカメラ回した時にはもう食べ終わってましたね。もうケーキなくなっちゃってました。一人で全部食べちゃった。結局ね、さっき一番最初に行ったお店に戻ったらもうケーキ売り切れちゃってて仕方ないので、最後に行った、比較的安めのお店に戻ってきてタルトを食べました。美味しかったですね。美味しかったけど、私チョコケーキ食べたかったな。あの姉ちゃんたちチョコケーキ食べてたんだよな。売り切れたんでしょうね、あれは。今日も遅いし。てなわけでね、忙しい日々の中でもこうやってケーキを食べる口実を作るのはとっても得意なんですけれど、そういえば高校の頃の部活の顧問がみんなに向かって忙しいっていう言葉は使っちゃいけないみたいな、心を失うと書いて忙しいんだよみたいな、どんなに大変な時も心は失っちゃダメだみたいなことを先生が言ってたんですけど、ほーってそれを聞いて思いながらも、その先生でもね、心あんのかってくらい冷酷なこと結構あったんでね、私は忙しいってだから使っちゃってます。そんな課題に追われるモナミの精神をさらに追い詰めるおかずがこの中にあります。さあどれでしょうか。ピーン、正解はこの葉っぱでございます。私はこれ野菜と認めてませんからね、野菜とは絶対に認めません。野菜のつらした葉っぱがここに出てきてるわけですよ。ドレッシングとかマヨネーズかけてもらえれば野菜になれると思ってるんですよ、この輩は。頑張って食べますね。食べてきた。お昼食べるのが遅かったんです。つべこべ言っていましたが、結局最後まで食べました。なんかね、家で出る葉っぱってね、なんか食べれないんですよね。お外で出るサラダとかは結構美味しく食べれるんですけれど、なんでしょうね、家と外の違いってありません？まあいいや、課題やろう。